猫のように暮らす中学の極意。こんにちは。あら、ふうふう君、こんにちは。先生、ずっと考えたことがあるんです。何ですか？ズバリ、中国語の極意は何か。おお、それはすごい。答えは出たんですか？なんとなく考えてると眠くなって出てないんですね。でも考えるまでもなく、それはいいようでしょう。そんな当たり前の答えじゃ面白くないんですよ。やっぱり世の中エンタメ性がいりますよ。医学なんでエンタメいるかな。いりますって。なるほど、勉強になります。で、なんかアイデア出そうなんですか？いやー、パンダでもわかる中国医学ってテーマできたくって、それにはまず極意が大切じゃないかなと。あ、そこに極意がつながるんですね。じゃあちょうど白黒分かれて陰陽でいいじゃないですか。違うんだな。なんかこう、もっと可愛くって受け入れられるやつですよ。可愛さもいるんですね。いりますね、ここポイントかと。じゃあ猫に学ぶ中医学の極意はどうですか？ん？猫？それはどんな極意ですか？まず、決して無理をしない。おう、猫ですもんね。ストレスたまんないかも。そして、暖かいところに移動。それはいい。さらに、よく寝る。まさに猫。時には走る。にゃん。趣味はストレッチ。うびぃ。失敗を恐れない。高いところからジャンプ。失敗してもすぐ忘れる。それが猫。甘えたり怒ったり、感情豊か。猫かわいい。ルーティーン大好き。確かにすごいですね、猫。そうですよね、食べ過ぎなければね、言うことなしですよね。甘いのうまいから、ついおやつあげちゃいますよね。それは注意ですね。確かに猫みたいに過ごすと、体も心も負担は減るかもしれないですね。そうですよ、だから猫が中医学の極意なんです。ありがとうございます。あ、パンダって熊猫って書くんですよ。その才能があるかも。よし、猫になるぞ。みんなニコニコ中医学、笑顔の処方箋。